建物財産表豊井出駅は、富山県高岡市豊井出町2丁目にある、西日本旅客鉄道上花線の駅である。車両移動機を当駅に導入した、西の新聞記事相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅である。上花方面、下りホームへは、湖泉橋で連絡している。高岡方面には星要測線がある。 北陸広域鉄道部が管理し、高岡市の補助を受けた JR、トイ駅利用促進協議会が、駅業務を受託する乗車権類管委託駅であり、2001年7月1日から、トイ駅利用促進協議会から委託された3名の、業務員が、出荷札等の業務に当たっている。2016年12月1日には、同月をもって終了した。 青春18切符の常備券の発売が行われた。2000年代半ば頃、自動券売機が設置されたこともあったが、後に撤去されている。トイレは改札外にある。駅舎は、中越鉄道から受け負った西都並郡トイレ町の河合一兵衛及び、東都並郡入電村の平松達次郎によって、施行され、1896年10月10日に、竣工した。 増築などはされているが、全面改築されたことはなく、区体は、中越鉄道開業当時の木造平屋建三河原武器である。富山県近代歴史遺産に指定されている。古戦橋は、第二次世界大戦中、金属類の教室のため一旦取り壊された。戦後、 住民及び町の要望により再度仮設されることとなり、川田工業の施行により1954年12月15日より、共用を再開した。富山県統計年間と高岡市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は852人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。中越鉄道開業時、 最初に使用された機関車、中越弁慶号は、ト出デ駅東側にあった、機関庫で組み立てられた。機関車の材料部品は、イギリスのナスミスウイルソン者製であり、伏木港にて川船に積み替えられた後に千穂川、玄出川を利用して柳島まで運ばれ、その後陸送で、ト出デ機関庫へ運び込まれて組み立てられた。都並市のチューリップ公園に展示されている蒸気、 機関車もここで組み立てられたものである。ありがとうございます。